せーの、こんにちは、7人兄弟です。はい、本日は7人兄弟のうち、4名が卒業するということで、7人兄弟で卒業式をやりたいと思います。イエーイ。はい、それでですね、ただ卒業式をやるのではなくて、7人兄弟ということで、絶対に笑ってはいけない卒業式をやりたいと思います。イエーイ。ではルール説明をしていきます。でルールはですね、卒業生にまずこのハーモニカをつけていただいて、その音が鳴った回数、笑った時に音が鳴った回数を数えてやっていきたいと思います。でその笑った回数が一番多かった人には最終的に罰ゲームを受けてもらいます。罰ゲームの方は後ほど発表していきます。はい、それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。卒業生入場、拍手でお迎えください。それでは着席してください。はい、ここで卒業式および卒園式を始める前に記念品を贈呈します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。かっこいい、かっこいい。それでは記念品を着用してください。開式の言葉、一度ご起立ください。ただいまより令和3年度絶対に笑ってはいけない学域授与式と卒業証書授与式および卒入証書授与式を行います。一度礼。続いて国歌斉唱。国歌斉唱。一度着席。はい、続きまして学域授与および卒業証書授与からの卒入証書授与、大きな声でお願いします。それでは長男海。学域長男海、平成8年1946年生まれ、南院境外学部人学理を修了してはいないが、次がいいのでとりあえずここに通します。令和3年3月26日、南院境外大学学長級大学生3年大。おめでとうございます。長女ゆうな。卒業しましょう。
幼女ゆうな。あなたは中学校の全課程を全て終了したことを認め、ここに卒業を証します。と思いきや、あなたはまだ隙が足りないため、セブンシブリングスズーへの 入園を認めます。ってことで、ようこそ。令和3年3月26日、園長、パンダ、タイ。おめでとうございます。次女、リュウホ。卒業証書。ちょっと待ってくれ。以上、UFO。平成20年10月11日。おいお前、小学校を卒業したらしいな。よくやった。だが勘違いする。てめえがまだクソガキだってことは変わりはねえ。まあせいぜい悔いが残らない方を自分で選べ。分かったらさっさと行け。平成3年3月26日、七人兄弟、兵長兼、三名、はい。おめでとうございます。続いて、四男、ドン。言ってた。卒入証書。四男、ドン。平成31年2月20日生まれ。あなたはパイを吸い尽くし、ママのパイを終了させたことを認め、ここに卒入を証します。令和3年3月26日7人兄弟、パイ提供者兼三男、パイ。はい、おめでとうございます。校長祝辞、タイワイパーク社校長、お願いします。あ、ちょっと時間ください。あ、皆さんこんにちは、タイワイパークです。あ、本日は一言だけ言わせてください。あ、才能がある人が夢を叶えられるわけではありません。あ、自分自身に毎日鞭を打って、自分自身と戦って、毎日自分自身に勝てる人だけが夢を叶えられるのです。家庭が結果を作って、態度が成果を生むからです。皆さん来てください。キューブあげます。以上です。はい、ありがとうございます。続いて PTA 会長祝辞は、おめでとうって言ってました。続きまして、来賓祝辞、7人兄弟、三女、ゆうめ様。はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。続いて祝電披露。この度多数の祝電をいただいております。時間の都合上一部ご紹介させていただきます。卒業生と卒業生の皆様、ご卒業およびご卒入おめでとうございます。以下同文、7人兄弟のお父様からいただきました。他にも多数お祝いのメッセージが届いております。コメント欄の方に掲示されておりますので、後ほどご覧ください。続いて校歌斉唱、皆様ご起立ください。
礼にふさわしくありませんので省略いたします。一同着席。正式の言葉、一同起立。以上をもちまして、令和3年度絶対に笑ってはいけない閣議授与式及び卒業証書授与式と卒入証書授与式を終わります。一同礼。卒業生と卒入生退場を拍手でお迎えください。卒業式、お疲れ様でした。よっしゃ、それで、笑った回数の結果を発表していきたいと思います。まずは、長男の回から笑った回数、89回続いて、ゆうな笑った回数94回続いて、次は UFO 笑った回数71回、うん、ということで、今回の罰ゲームは一番多かったユーナ。引っこ抜かれてあなただけについてゆくと思いきや実は実は一番少ないユーホでーす。なんで？はい、ということでね、もうこれはね、僕が来たした企画なんですけど、まあね、もともとこの罰ゲーム次女にやってもらう予定だったので次女用のネタに用意しました。ということで、早速罰ゲームやっていきましょう。で、罰ゲームの内容はこちら。ストッキングで TikTok 撮影。マジ？せーの、でトンク。